まあ、まあよく対戦しているでしょうし、まあ、このマッチアップの方がまあやりやすいというゆえの選択になるでしょう。ホトドッグベガ対ゲーマービーネクワリとなりました。集約ネカリも見ないからな。そうですね、うん、まあ、増えるっていう感じのキャラじゃないですよね。昔から使っているプレイヤーが使い続けるっていうキャラクター。ため、ね、コマンド、コマ投げ、いろいろありますからね。そうですね、まあ、やはり変身するまでが少し辛いキャラクターとなっています。おお、タイプ立ち回りの技の判定が強いので、そのベガの前に来るような技を潰す置き技、はい、まあ、立ち強キック、大足、立ち強パンチなど、なるほどなるほど、うまく振るうわっていうのが一つポイントになりますかね。ラッシュに対して大きな立ち強パンチが刺さる。あ、ゲーマービー V 取りが溜まっていますが、発動のチャンスをつかませない。ホットドッグ入れ替えていく EX2、 ここで距離を離しました。お、生発動、ここから逆転できるか、やはり少し難しい。ダブル2がヒットして、まずはホットドッグが1ラウンド集約。やはり歩きが遅いので集約は打ちやすい部類のキャラですよね。ダブラスト、ほうほう、集約をヒットさせてラインを上げていきます。しかしやはりホットドッグが画面を押し上げる展開が続きます。ダブル2投げ、コパンで落としてアックス持続ヒット、中パン X2 無敵技呼んでいる。スタンまで持っていく。まずはホットドッグが1セット先取しました。いや、なんか上は落とされることはなかったですけど、地上がえぐかったですね、ホットドッグ。そうですね、間合いの管理も非常にうまいですし、やはり横押しが強力ですね。トリガーを使わせる、有効に使わせることもなく、うん、そのまま倒し切りましたので、ネカリのいいところが出ないまま。確かにたまらず生発動してましたからね。集約もなんかダッシュしてアクサー出てましたしね、なんかね。ああ、そうですね、復活に遠距離の集約は少し打ちづらいですよね。ベガステップも長いですからね。えこうですよね、ビューンってくるから。さあ、ここは立ちこきく、まあ、沖に当たらないんですよね、うん、おっと、あ、困ってる、これ戻せなくて困ってますね、多分。なるほどなるほどなるほどあれね、感染慣れてない人はあれ戻せなくて困るんですよ。少々お待ちください、少々お待ちください。これ現地もなんだっつって、あれ、これ多分感染開いちゃっただけですよね、きっと。試合としては続いてるんじゃないですか。あ、なるほどなるほど。あれね、いけちゃったのか。どのボタンで直すか分かんない場合が、あのね、あるんですよね、やっぱ。なるほどなるほど、はい。キン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 って言ってたもんね、うん、何かなと思ったら大丈夫でしょうか。まあ、試合は滞りなく進んでいるはずでございます、うん、はい。イメージしましょう、イメージしましょう。昨日もありましたが、精神と時の部屋のように力の主役が出てる今、うん、今アックスが出てる。あ、発動した。ちょうど僕らそのキャラなんでやりますか。よろしくね。ドゥリエッコ、ドゥリエッブレスト、ブルー、膝崩れダウンね。やばいな、ここ。なんでここにいるんだろう。どうですか、皆さん。あ、合ってますかね。え、戦い合ってますかね。合ってます、合ってます。全然合ってます、全然合ってます。ちゃんとあのティオハウケモノ食らった後、膝崩れ、膝崩れをちゃんとやってくれました。なるほどなるほど。あ、ゲーマービーコスチュームか。なるほど。あ、そうなの。そういうこと。禁止コスだったの。確かにそうか、あのハロウィンコスチューム確認中と。あ、そういうこと。あ、そういうことか。 あ、なるほど。どうやら禁止コスチュームやったぞってことね。うん、確かにそうか、ゲーマービーあのコスチュームずっと使ってたもんな。じゃあもういっけねえパターンですね、いっけねえっつって。うん、まあ、久しぶりにネカリ使ったからですね、きっと。なるほどね、なるほどね。そこに固定されてるもんね、うん、そっかそっかそっか。でも禁止コスチュームのレギュレーションがすごい増えたのって去年か
まあ、おととしあったっけかな。なるほどね。どうだったっけかな。まあ、なんか一気に増えたタイミングがあったんですけど、多分その頃にゲームアビーネカリ使ってないんですよね。なるほどね。キャミを使っていたんで。あれかな。まあ、こういうこともあると。変身した時にすげえ真っ金金で見えないってことですかね。どうなんだろう。まあ、なんでしょうね。なんかあるんですかね。なんかあるんでしょうね、理由は。はい。禁止コスだったか。まず、あ、再試合になるっていうのかな。まあ1セット目はそのまんまで遅い。セードのあれもそう、うん、ネロのやつも。ネロ禁止。あ、そうですね。上にスタンドみたいなのついてるんですけど。ああ、あれ多分そう。これはね、だいぶ見ね、だいぶ見えにくいですからね、いろいろ。ダブルで動いてるのと一緒で。そうだね。やはりその1セット目の結果は変わらず。ほう。先ほどの2試合目、2セット目が、うん、もう一回再スタートと、はい、再スタート、再試合になる、まあ、まあ、キンキンになったやつね、うん、はい、気づいたね、じゃあね、誰かが、うん、あれこれ禁止コスじゃねってなったってことですよね。ちょおまやば、昨日かその昔の漫画の表現です。わかんないですよね、まあとっさには。でも1セット目で逃すってことは試合集中してるじゃん、みんな、ね、よく気づいたね、その人ね、あれっつって。そうね、うん、まあ、でもまあ確かに1セット目はホットドッグがすごい攻め切った試合だったっすからね。まあ、ネカリのいい部分が出せないまま終わっちゃいましたからね。そのブイトリガーの発想ができなかったりとか、まあ、立ち回りで集約、やっぱネカリの勝ちパターンってどれだけ早くそのブイトリガー発動できるか、うん、まあ、っていうのがやっぱポイントになるんですけど、そのブイトリガーを試させるようなきっかけになる技はほぼ当たらなかったですよね。その集約もヒットガードになりませんし、うん、立ち回りの大きいの立ち強キック、立ち強パンチ、大足などがクラッシュカウンターするような場合もなかったので、まあ、早めにトリガー発動するということもかなわず、なるほどねっていう展開だったので、これ初めてランク目やった時、起き上がりにネカリのこの蹴り重ねられて、うん、一生クラカンしてた。あれ強いよね。手やっぱ連打しちゃうから。はいはい、ずっとガッシャンガッシャン。慣れない時はね。あの蹴るところ、これね、パンチ。一生クラカンガッシャン。ブランカの鳴き声じゃないですか今の。さあ、はあ、なりました。コスチュームが このコスチューム変更になりましたね。コスチュームになりましたね。髪の色が違うやつですね。そのコスチュームかな。そのコスチュームではないですね。はい、そうですね。さあ見ていきましょう。お願いします。セットカウントは先ほど試合が再試合となり 1-0 ホットドッグリーの地点から再開となります。さあ素晴らしい空対空、やはりホットドッグの強みですよね、この空対空の精度見せていきました。ラストここを打っていく、切り返してタッチコキックアスを、ここから一気に体力持ってき、おーっとこの読みの鋭さ、これぞゲームアビーというプレイ見せていきます。次の大き攻め、ここで大丈夫かね、おわっしょいとネカリらしいプレイ、端から端でしたね。そしてゲームアビーらしい読みの鋭さが、うん、シフト2回潰しましたね。シフト読みでしたね、完全に、すごかった。あ、集約はダメだ。前飛び、さあ2位のセンターをガードさせていく、この距離集約やはり打ちづらいでしょうか。前に来るところに集約、 EX 撃有利からバックステップでしのぎます。ホットドッグ、ここはアックス、中足アックス、白ゲージを貯めていく、もう一度アックス、ゲームアビーとしてはきっかけを何か作りたいが、少しずつ画面足が近づいてくる。さあすでに2本と少しV ゲージが溜まっているので、うん、V ゲージの状況的にはゲームは悪くないと。画面足脱出に成功しました。さあこれしっかりガード、これでいつ発動、生発動きた、あーっと突っ込んでいたか、痛い反撃はありませんでした。さあこの強化状態早めに変身することができたので、これはゲームアビーとしてはいい展開になっていますが、画面足しのげるか、強いパンチ、さあオーバーキックから発動して立ちコキック、これはガードでしのいでいる、ダブル2から距離を離して最後前詰めてくる、さあ最後テイルガード方向揺さぶる大き攻め、そして EXE で前歩きを咎めていく、取り返していくのはホットドッグ、
しかしゲージは大きく開いています。ゲーマー B はフルゲージ、対するホットドッグはゼロゲージとなっています。集約をガードさせて、おっとステップに対してこれは戻ってしまったか、痛いゲージ商品になりました。アックスチャンスを抜けている。アックスジャッキーブラスト無敵技がないの で、 そうで攻め時だもんね、これ攻め放題となります。クジヒット、おっとローホーマルの灯火で切り返す。ゲーマー B は V トリガーを発動して、うわ強化状態となっていますが、この対空性の上入れポとがめ続ける。そして打撃も中継で潰していく。流れがゲーマー B に傾きかけたと思いきや、確かにしっかりと取り戻していきます。ホットドッグ冷えが痛かったです ね膝崩れからの時に、そうですね、おそらく立ちジャックパンチとかでステップを止めようとしたときにコマンドが残ってたとかなんですかね。あ、なるほどね。多分なんか打撃で止めようとして漏れちゃったんだと思うんですけど、タッチを経由して惜しいな。あれそこでキャラクターセレクトとどうなるんでしょうね。ここ数年はキャミーをメインに据えていた印象があるので、はい、キャミーという選択もありそうですが、どうなるかというところですよね。まあ、逆転は見せましたが、それもやっぱその太い読みを通した勝ちで、その盤石にそのネカリの強みを使ってじっくり立ち回った結果じゃなかったので。なるほど。さあキャミー連行と、キャミー投入ですね。どうなることか。いや、ホットドッグの対空が本当に光りましたもんね、さっきはね。そうですね、2-0 で迎えました第3セット。さあどう攻め込んでいくかゲーマー B、中盤立ち中キックを下に中継を立ち回っていきます。細かく避難していく。ストライク、これは確定反撃。弱 A からの投げは抜けていきます。上から仕掛けてターゲットコンボからスパイラルアロー、画面端が見えてきました。しっかりと足元を踏んで攻めを継続していく。ストライク、ストライクをしゃがみ強パンチで落としていく。素晴らしい反応速度。しかもパンク、これはヒットからしっかりとつないでいく。まずはゲーマー B が1ラウンド取っていきました。第2ラウンド、お互いゲージ状況も悪くないと。上からわっと、これを何か化けてしまったか。減る後ろ投げ、これはアックスがヒットして一気にスタンバレー、3分の2だよ。足を引く、花松をしていきます。しかし体力差があまりにも開いている。一瞬様子見からの歩いて投げ、これでホットドッグがマッチポイント。ゲーマー B としてはこの潤沢なゲージを使って攻めを展開していきたいですが、アクセル刺され触りに行けない。さあどうする、上から攻めるが、ホットドッグも素晴らしいクッタイク見せているので安易に上から攻めづらい。ステップから着系後ろ投げ、どうする、ここも EXE 前歩きに刺さる。バックステップからしゃがみ強パンチャツを、しかしここもホットドッグはバックステップで仕切り直す。強化ストライク、まず1回目打撃が刺さっている。1ゲージ入って追撃、ゲーマー B は現在2ゲージ、これも確定反撃。ホットドッグは V トリガーが使用可能となっています。上からジャック系投げ、ヘッドプレス踏みつけている、立ちこきかつを、ここは無敵技で切り返します。ゲーマー B
もう被弾は許されない。ゲーマービーどう攻めるか。わすら、ここはなんとかしのぎます。ホットドッグは V トリガーがまだ半分ほどゲージを残しています。そして EX ゲージは約2本。おお、ホバキクタッチパンチ、体力状況が逆転した。ここでジャッキーブラストでの暴れ潰し。暴れちゃうよね。結果はセットカウント 3-0、 勝ったのはホットドッグとなりました。はい、強かった、強かった。3枚のキャラを打ち崩したってことですからね、この試合だけで。3キャラをね、3キャラ、ネカリ、ネカリキャミですよね。あのコスの方殺してくれ。寝てきました。寝てきましたよ。